明日は34ページから進めるぞ。ちゃんと予習しておくように。ふぅ。さて、職員室戻るか。んあいつ、また一人か。 おう、どうだ、調子は。<laughs> あ、そういや、この前のテスト、よかったじゃん、点数。上がってる、上がってる。<laughs> 先生は嬉しいぞ。ちゃんと頑張ってるんだな。なんかあったら、すぐに言えよ。 分かってんのかこいつ <laughs> じゃあなはあお山田先生いえ別に疲れてるわけでは。 うーなん。何と言いますか。クラスでちょっと浮いてる女の子がいまして。ほら、今年から分離選択でクラスが分かれたじゃないですか。うちは文系クラスで、たまたまやんちゃな子ばかりのクラスになってしまいましたから。そういうのも影響してるみたいで。 何とかしてやりたいんですが、そこまで口出すのもなんか違うのかなとか。いろいろ考えてたらわかんなくなっちゃって。はぁ、あ。あ、とりあえず予言は担当の授業ないので、コーヒー飲みながら考えてみます。 ああはい。何ですかえいなくなったうちのクラスの生徒がですかえっと、確か今は体育の授業中のはずですが、始まる頃には、 もういなくて誰もわからないわかりました僕が探しに行きますあ授業はそのまま続行してください はああっ、はあ…お <laughs> 見つけた何やってんのよいしょ体育倉庫って片付けの時見つかっちゃうぞ 体調悪いか違うならひとまず安心だへえそりゃそうだろうどっかで倒れてたらどうしようかと思った 迷惑かけてすいません <laughs>。いいや。先生ちょうど暇だったし、ちょうどお前のこと考えてた。うん。楽しくない 学校楽しくないかお、先生先生は楽しいよなりたくてなったからななんでなったか 先生にそうだな。うーん。先生昔、すっごく調子乗ってたんだよ。<laughs> そう。めっちゃ調子乗ってて。クラス全員から無視されたことがあるんだよね。 本当に辛くて地獄だった。でも、そんな時に、当時の先生がすっごく優しくしてくれてさ。話聞いてくれて、話しかけてくれて。こんな先生がいるんだったら、学校行ってみようかなって、そう思えた。 その時かな。俺も先生になりたいって思ったのは。月並みな理由だろこんなもんだよ。別に、無理にみんなと仲良くしなくていいよ。 どうしても自分と合わない環境だってあるもんだ。それに、たまにはこうやってサボるのも許してやる。あれ、これって悪い先生かな。他の先生には内緒にしといてな。ふふふ。 お前の話なら、いくらでも俺が聞いてやる。バカみたいな話でも、真剣な悩みも、全部聞いてやる。そのために俺は先生になった。だからさ、もうちょい、学校で頑張ってみない お前は勉強もできるし、実はすごく気が使える優しい奴だ。ちゃんと知ってるから。どうせあと一年で卒業だし。お前は進学希望だろ大学はな、超楽しいぞ。 いろんなサークルがあって、いろんな奴がいる。面白い奴もいるし、変な奴もいっぱいいるよ。だから、100%仲いい奴もできる。そうなったら毎日忙しくなるからな。覚悟しとけよ。もう飲み会行ったりとかいろいろあるんだから。<laughs> さて、じゃあ行こうか。んバーカ体育はもういいよ。担当の先生には俺が口聞いといてやる。今日は特別に、あっちでジュースを一本おごってやろう。<laughs> みんなには、内緒だからな。